の米アカデミー賞でトップガンマーヴェリックが作品賞など6部門にノミネートされていたにもかかわらず、授賞式を欠席したことが話題になったトム・クルーズ60について、米芸能サイトページ6は今週、トムが実の娘スリさん16とすでに親子の縁が切れていると報じた。その理由とは、同サイトによると、トムと米女優ケイティ・ホームズ44の間に2006年に旦那したスリさんは来年大学に進学するが、父親としてトムが関わることはないという。それ以前に父子はすでに長い間会っていないとしている。トムとケイティは2012年に離婚。トムが広告塔になっている宗教団体サイエントロジーからスリさんを守るためにケイティは離婚申請したのかと質問されたトムは当時、それはケイティの主張の一つだと認めていた。同サイトはサイエントロジーが信者ではない人たちと深い信仰を持つことを禁じ、ケイティもスリさんも信者ではないため、トムは二人と家族関係を続けることができなかったとしている。元サイエントロジー信者の米女優リア・レミには2020年、米紙ニューヨークポストのインタビューで、トムはスリさんが成長した後、入会するよう説得し、母親と離れさせることを考えていると語っていた。同サイトは、スリさんが現在、ニューヨークで母親と一緒に普通の生活を過ごしていると伝えた。